アブキール湾とネルソン島ネルソン島はエジプトのアブキール湾アレクサンドリア沖にある島であるピクニックとレクリエーションの場所として住民に親しまれているほかナポレオン戦争当時からの一軍のイギリス人墓地があることでも知られる島の名はイギリスの提督ホレ保ショネルソンによるものであるイタリアの考古学者パオロギャロ博士は2000年にこの島でたくさんの墓を発見した イギリスの歴史家、ニックスロープと協力して行った発掘と研究により、この墓地が1798年のナイルの海戦と、1801年に起きた陸戦に由来するものであると確認された。イギリスの士官、水兵、海兵隊員、それに女性と子供たちの遺骸が発掘された。2005年4月18日、島から回収されたイギリス海軍将兵30人の遺骸は、 アレクサンドリアのチャトビー A 連邦戦没者墓地に改装された。意外のうち一体は、ジェームズ・ラッセル海艦長のものであることが特定された。意外の収容には、当時の中エジプトへ大使デリク・プランビー、アレクサンドリア総領事アラン・コブデン、アレクサンドリア市長、アブドル・サラムエル・マフグ部将軍、イギリス軍艦、チャタムの乗組員及び、ラッセル艦長の子孫が立ち会った。 ありがとうございます。